ところ帰ってきまして、皆さん。さっき食べたんだけど。焼き肉食ったけどね。そう。いっぱい食べてもらいました。ありがとうございます。最近食べるねって。え？最近よく食べるねって言われてる。そう、最近特に。でも遅いよね。異常だよね、食べてる量が。あ、390です。ありがとう。じゃんじゃん頼んでいい。いや、乗り行くんで。あ、キャバクラ行くの？行きます。あ、なるほどね。いや、入ってないですよね。あ、じゃ入ってないよ。疑われるから、お前入ってるだろうって言われて配信つけてたからね。アクティブじゃんか。え？めちゃくちゃ行動力あるよね。ちょ、呼ばれてるから。まあ、呼ばれてるから、ハロウィンだから。あ、ね、今忙しいよね。イベント、ね、イベントでしょ。イベントね、ノルマとかあるもんね。まあ、女の子はね。最近あの人見ないけど、生きてんのかな。誰？一緒にこう。あめちゃくちゃ見たよ、ケータでしょ、うん、ケータもう今いなくなった。あ、ほんと。はい、はい、どうも。あ、見せて、うまそう。マンモナス。マンモナス。
ケイジさんが父とあろうか迷ってた。はい、いただきます。それだけ？それだけ。もっと頼む。いや、あの、ちょっとキャバクラとかタコやってるから。あ、そうなの。お先です。ケイジです。でもね、着実と太ってるんだ、実は。体重も今44キロ。あと4ナイスお願いします。400ナイスまでもうちょっとだ。長かったな。長かった。美味しいですよね。うん、かなり大盛りだね。結構辛い。
僕は何でもうまいと思いますけどね。ここさ、祝電されないね、うん、全然ね、場所行ってないけど。 あ、ハート花火来ましたよ。マジで寒かった。あれキャンプいつからでした？キャンプは11月7日、78かな、確か78か89か、みんな戦ってる。ありがとう。ナイス、ありがとうございます。わかる。282ってババア臭いよね。絶対うちらの方が可愛いよな。ネギ？豚骨、豚骨ネギ？辛味噌？結構辛い。今試しにブロックしてみたけどナイス減ってなかったね。もうそういう言うのやめてまんねん。ナイス最初から押してないくせに。マンスリー24位なんだ。そんなにいってないんだよ。もうちょっと上かと思った。このマンスリーってのはさ、ナイスの分は入ってないんだよね。これナイス入ってないって。いや、みんなのおかげですよ。
タバコ吸ってくるね。え、待って、お会計してない？お会計してないじゃん。Thank you.
まあ、女性配信者で今結構強いんじゃない、大食いだったら。焼肉も食べたから。おなパン。9時。え、カノちゃんって渋谷でしょ？結構食べた今日。やっぱ新宿が一番落ち着くわ。もう二度と行かない渋谷とか。いや、今日初めて会った。カノちゃん可愛かったよ、ヤッチョ君の元カノ。ごちそうさまでした。田中さん、すいません、じゃあごちそうさまでした。いや、ちょっとスマートすぎるよ、田中さん。気づかなかった、全然。なケーキ、うん、誕生日。あ、誕生日。あれ、かわいい。いや、食べた、美味しかった、田中さん、ね、ごちそうさまです。美味しいわ。田中さん優しい。受ける。ケーキ屋さんとかあるんだ。あ、そうなんだ。じゃあ帰りましょう。あ、すいません。ケーキ屋さんなんてあるのね、歌舞伎町に。あ、あのね、歌舞伎町のここも美味しいよ。見えないな。いや、これね、利尻、利尻っていう味噌ちょんラーメン、美味しい。結構人気ここも。いや、なんか女の子が誕生日なんだって。今から行くキャバクラの子は。すいません、いろいろよくしてもらって。ドア開けるから。あ、開けてくれる。行きますよ。カノちゃん見捨てたって何？カノちゃんどうしたの？カノちゃんどうしたの？任務完了した。ありがとうございます。426ナイス。番になることもなく平和に終わった。え、どこで？カノちゃんが倒れた。怪しい軍団。いや、もう今日は任務完了しました。もう営業時間外なんで。あ、リナ猫ちゃんがナイス乗り換えた。ナイス。
なんかカノちゃんってこう、はいはい、助けてくださいっていうハトがいて。カノちゃんどこにいるの？なんか倒れてるらしい。どこ？なんか深夜長が見捨てたんじゃない？ああ別に拾っといてもいいけど。やっちょくんが見捨てたの。酒癖悪いのかな。なんかコメントでカノちゃんを助けてください田中さんって来てた。うん、助けるのはいいんだけど、うん、どうやって助ければいいの。え、でもカノちゃんってどこに住んでんのそもそも。カノちゃん大丈夫なの。かわいそうだね。やっちょに見捨てられて酔って一人で身動き一人で動けなくなってます。うん、まあ、別にどこ送ってってもいいけど現在地ここ。あ、でもなんか確かやっちょくんの家に今日泊まるって言ってたから多分大丈夫だと思う。うん、なんか今日やっちょくんの家泊まるってあの話してたから多分大丈夫だと思う。連れて帰んじゃないやっちょくんが。じゃあ行きますか。うん。